あの人は一個も聞き逃してないんですよ。すごいですよね。常に全部聞いてるんですよ、うんうん、のに対して高見さんは2割から3割抜け落ちてると思いますよ、ね、結構多い。まあそうですね、そうだったんだ、はい、だからそういうね、懐かしい、はい、あのまあナインっていうのはベイビーレイズジャパンにとってもちょっとスペシャルなゲストなわけじゃないですか。そうです。はい、今日誰が来てくれるのかというと、はい、今夜はナインさんから佐竹雨季さんと村田浩乃さんが来てくれまーす。はい、僕は全てのアイドルの中で一番声が可愛いと思ってるのが佐竹雨季ちゃんなんですけど、うん、いや本当に透き通ってますし、うん、可愛いですし、いろんな声出せますし。だから最近あの声優さんとしてもね、ほんと着実に活動してたりするんですが。そうですね。あと、村田浩乃ちゃんは昔からこんなに可愛い歩き方のアイドルはいないっていう。ちょっとわかりません？ちょこちょこ歩きますよね。可愛いでしょ、歩き方。歩き方可愛いです。でもその村田さんと高見さんがすげえ仲いいと、はい。仲いいですね。いっぱい、ね、お釈を交わします。お釈を交わします。これがもう二人を10代から見てるから、はい、そうですよね。組み交わしてんのかと思うと、はい、20代なんでね、もう、うん、そうだよね、はい、ちゃんと言いとりいろいろと言いたいこともそうですね、あるでしょうし、はい、組み交わしてると思うんですけど、はい、ただ今日そこに、うん、もう一人来るんですが、お、これがほぼ今日ね、はい、好きな人からすると、うん、というか今アニメの世界では、うん、どれくらいの大事件だろう、ペリーが来て開国を迫るぐらいの感じがぐらいの大事が起きてる。そうなんだ。その当事者ですよ。日本幕府の、日本幕府というか江戸幕府の、はいはいはい、あのこう、なんだろう、海軍側の人、勝海舟みたいな人すげえが来ていて、うん、その人が、あの、長浜博史監督という方なんですけど、はい、アニメが好きな人だったら、虫師とか、悪の花とか、デトロイトメタルシティって言ったら、はい、なんだか超絶ハイクオリティで他と全然違うものを想像できる人いると思うんですけど、うんうん、そういうのを作ってた人が、はい、今日ザ・リフレクションというアニメ今 NHK でやってて、はいはいはい、そのアニメをまさに監督してる真っ最中なのに来てくれたんですけど、はい、あ、お忙しいのに、あのね、はい、これがナインと一緒に来る理由があるんですよ、また、うん、そうですよ、ちょっと、ね、すげえ長い話ですけど、今日のは、はい、あの、そうですね、もし新聞アニメ関係のメディアの記者の人とか、はい、いたら聞いてたら記事に絶対なりますよ。いや、なんで来てないんですかね、逆に、うん、言えばよかったねやりますよぐらいぐらいの中身でございます多分、うん、ということで今日はナインの佐竹さん、村田さん、長浜さんに、まあ、聞いてるうちに多分びっくりすると思うんで、うん、ちょっともう少しそこみたいな質問とかあったら、うん、こちらまでお願いします。はい、ツイッターはシャープ MC1242 シャープ MC1242 をつけて、メールは MC@allnightnippon.com MC@allnightnippon.com までお送りください、うん、あ、すごい、これね、ラジオネームシュートさんが、へー、ひょっとしてナインがリフレクションの主題歌って、いや、そうなんだけど、それだけじゃないんだ、すごいんだよ、まあ、まあ確かに、ということです。お知らせの後は、はい、その話の前に、うん、来週から始まる、あ、これもちょっとニュース的な中身がありますよ、はい、来週から始まるスペシャルウィークのお知らせです、うん、吉田ひさのりのミューコミプラス、この番組は日本放送キーステーションに、日本放送北海道 STB ラジオの2局ネットでお送りします。東京都千代田区有楽町日本放送第4スタジオから生放送ミューコミプラス。あ、ラジオネームエピさん、うん、いい意味でも悪い意味でも基本的に受けが軽い高見さんというふうにおっしゃられてます ね。確かに、今の笑い声が聞こえたのはこの方でございます。はい、はい、8月の水曜アシスタントベイビーレイジャパン高見直です。はい、そして、言いたいことがいっぱいやりすぎて、うん、だいたい時間が足りない日本放送の吉田ひさのりです。はい、で、今言いたいことあるんですよ、うん、8月の21日、はい、来週からうちスペシャル企画をやるんですけど、うん、はい、今回じゃまず内容から、お聞きいただきたいと思います、はい、こちらです。ミューコミプラス有楽町怪談、イケボで綴る怖い話。高見さん怖くない人だねこんなにあのふわふわしてますからね、やっぱり確実に幽霊呼ばないタイプでしょ。あ、そうですね、まだ霊体験とかはしたことないです、多分、うん、一緒ないと思いますよ、もう。本当ですか？金縛りぐらいならありますよ。あ、本当に？はい、ありました。で、多分それは高見さんは霊じゃなくて疲れてたんだと思います確かにそうでしたねマックスに疲れてました。いや、ね、まあね、うん、これが、まあ、夏の風物詩じゃないですか。そうですよね、ね、あの、ね、人気ナンバーワンパーソナリティ、ベイビーレイズジャパンの高見さんと大谷さんの、某番組と企画が被ってると言われつつ、
はい、そうなんですよね。ちょっとだけね、怖い話企画オールナイトニッポンでもこの後の日時間でもやるんですけども、うん、はい、ミューコミプラスはその階段を素敵な声を持つ男性声優さんに来てもらって読んでもらう企画を、イケボ、そうなんですよ、はい、でそのイケボ、うん、まずもう発表されている方からさらっといきたいと思います、はい、この方、沖合ゆ良太郎さん、はい、お一人目、うん、地獄先生ヌーベ、ヌーベ役、はい、あのテニスの王子様の手塚国光、フェイトアポクリファだと黒のランサーとか、もう言い出したらキリがないんですけど、うん、すごいですね、ものすごい重たい怖い声を出せる、ホラーものにぴったりの重厚感、もっと怖く聞こえそうですね。いや、もう聞こえますよ、あの普通に沖合ゆさんが、吉田さん弁当どれにしますかって言われるだけで怖いですからあの現場でご一緒した時に、ぐらいの重み、そんな感じの、はい、まず沖合ゆさんで、はい、そして、2人目はこの方です、檜山信之さん、はい、檜山さんは、うん、あの通称勇者王という、もともとガオガイガーっていうアニメ の、はい、そのこう主人公キャラとかやってて、はい、本当熱血主人公の声を出させたらこの人っていう、なるほど、声で、うん、でそういう声だからこそ、うん、あの時々、はい、ちょっと悪い側とか言った時がめっさ怖いんですよ。へえ、両方できるんですね。いや、もうだって大ベテラン中の大ベテランですからね。さっき言った勇者王と25年前の話ですから。そこもう隣に行ってものすごい声。へえ、そうなの、楽しみだね。でさらに、はい、ここまで発表しましたが、今日初発表の方が、はい、素晴らしい人が決まりました。はい、いきますよ、はい、3人目はこの方、内山聖輝さん。来ました。あの僕からするとこれに今ユーリオンアイスの曲が流れてて、はい、まあ、このユーリ・プリセツキーという、はい、ちょっとこうひねくれた天才ロシア人スケーターのやつとか、うちのリオトンが大好きです。あ、そうなんだ、はい、もう渡辺さんも聞くように言ってください。はい、わかりました。俺は、はい、でさらに、まあ、あと心が叫びたかったの坂上拓海、うん、ガンダムユニコーンのバナージリンクス、はい、もう本当になんかちょっと影のある主人公をやらせたらみたいな。なるほ ど、 高見さんすっげえ反応してましたね。はい、キングダムハーツシリーズの6冊、うん、やってたんだ。やってたんだ。でも私知ってます。私でも知ってます。でも子役の頃からずっとやってて、やっぱりね、なんか他の人と違う、はい、ムーディーな、本当に何かが、そうですね、ついてる感じの、そういう霊的な存在の感じられる。そうですね。内山さんが、ああ、それぞれ違いますね。来てくれることになりまして、はい、でそんなですね、中リスナーの方からの、うん、あなたの話ですよ、はい。あなたの怖い話を読みます。すごいですよね。沖合陽太郎さんと、檜山信之さんと内山聖輝さんが、はい、ということで実際にあった心霊体験はもちろん、うん、ドロドロしたあの修羅場の話、うん、あのそうですね、オーディションを受けて落ちたはずのグループがゲストに来るなどのお話は怖い話とタイトルに書いて、はい、mc@allnightnippon.com、はい、mc@allnightnippon.com まで送ってきていただいて思います。送ってきていただきたいんですが、うん、これがまず来週の事件のお知らせじゃないですか、はい、今日、はい、さっき発表したことが、うん、今洋楽とかアニメとか、はい、いろんなものの媒体を巻き込んで、そうですよ、ニュースになってるんですよ。そのニュースの人たちをここで直接、はい、問い詰めるかな、話を聞きます、はい、9の佐竹由紀ちゃん、村田浩乃ちゃん、そして長浜博監督生登場です。さあ今ですね、渦中の方々にスタジオに、来ていていただいたところで、はい、ちょうどなんか、あれなんか高見さんだけじゃなくて、ベビーレイジャパンの林真夏さんですかね、はい、がなんか今聞いてくれみたいなこと言ってくれるのかな、タイムライン上に突然登場してますけど。すごい、ちゃんと聞いてるんだ。今ね、生放送で、事件について掘り下げたいと思います。うん、本日は、ジャーナリスト、日本放送の吉田ひろと、はい、今月の水曜アシスタント、ベビーレイジャパン高見直です。そして、今目の前には黒い T シャツの女子が2人座っている。黒い。9からまずは、佐竹由紀ちゃん。はい、佐竹由紀です。よろしくお願いします。これ完璧でしょう。かわいい。ラジオ向け。最近はちょっと茶髪気味の。いやいや、ね、違うんです。黒髪にしたんですけど、どんどん赤くなっちゃうんですね。そうなんだ。あ、もうこれこう掘り下げても面白くないんで大丈夫です。もともとがこう白、ね、あのこう肌が白くて持ち肌の、ね、浮きちゃうんですけど。プニプニなんで、よろしくお願いします、今日は。で、そして、あの、本当にさ、はい、何言ってんの信じらんない。あります。誰がどう見ても、はい、今見ても、
大丈夫、中学生ぐらいとか言われること違う、違います、もう二十歳です。二十歳なんだ。はい、二十歳の村田ひろなひろろです。どうもひろろ、お願いします。ほっぺたがもういつもピンク色ですよね。そうですね、ほっぺたのピンク、ひよこみたい、ひよこ、小学生ですもんね。はい、動画なんです。いやー、もう本当にね、そんな頃から、しかも年齢がリアルにその頃から、そうですね、割と来ていただいて、そうですね、もう10代の時から私たちのこと知ってるから、ね、中学生とか、お父さん、お父さんみたいな、スタードライバーイベントの、あ、はい、あ、そうだ、俺、あの、ナインの連帯制でのデビューも、そうだね、司会してた、デビュー曲の、スタードライバーの時の、そうだそうだそうだ、マジですか、ヨッピーさん何でもしますね。うん、何人いるんだろうね、俺、何人現場にいがちなんだ、確かに、現場にいがちなんだ、史上人物ですよ、もう、そうでしたね、目撃するタイプ、目撃、家政婦は見たみたいな感じ、アナウンサーは見た、見た。タイプのすごいあのことではあるけど、そこまで、でそれで僕がもう本当にあの子供の頃から好きな作品に深く関わりまくっていて、はい、で伝説的な作品をすごく、もう本当すごいですよ、無視しとか海外の映画祭とかでもうスタンディングオベーションで迎えられたりするような、すごい、作品を作ってるのに勝海舟、うん、作って、そう勝海舟そう、アニメ界の勝海舟、それぐらいの重要人物ですよ、それぐらいの重要人物なのに、まとめて言ってしまうと、はい、これですね、すごく親しみやすそうな天然パーマのおじいちゃんが、びっくりしました、ひどい長浜博史監督です。長浜博史、ひろしです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうか、ナインネームみたいな、そうです、カタカナでひろし、カタカナでひろし、ひろしとひろろがいます、ひろしとひろろがいます、ひろしとひろろ。で今日来ていただいたのは、はい、実はもう今ニュースになっているんですが、うんうん、あのナインが今年、はい、サマソニーに出ることに、そうなんです、もうすぐ、はい、もうさっき発表したばっかりなんですけど、うん、今週の日曜日にサマソニック2017に、出演させていただくことが決定しました。すごい、すごい、これがサマソニーですよ。そうですよ、サマソニーって言ったらもう海外のアーティストも絶対知ってる、そんなフェスですよ、うん、今年もね、あの幕張でやられる、そうです、ありがたい、ありがとうです、そこにトレバーホーンと出るんですよね。そうなんです、あのまたこれまたザ・トレバーホーンバンドっていうのがありまして、トレバーホーンさんがバンドで今回あの演奏されるんですけど、そこにあのコラボで、あの一曲バンドコラボとしてナインが出演させてもらいます。今のね、今ちょっとリラックスかかってるじゃないですか、はい、あれは、一応ナインバージョン、あれはナインバージョンです、ね、そう、洋楽のスタンダードで絶対聞いたことあるでしょ、あの曲、うんうん、あの曲作った人はトレバー・ホーンです。そうです、であとラジオスターの悲劇とか聞いたことでしょ、あれもトレバー・ホーンです、うん、あとタトゥーのオールシングスシーズン、はい、あれもトレバー・ホーンです。そうです、だ超大物なのよ。うわ、だからさっきの例えで言うと、もうだアメリカの桑田佳祐って言ってもおかしくないですよ、もう40年ぐらいですよね、桑田佳祐さんも本当にそうですよね、でこの人をあのと一緒にやることになったのが、はい、実は長浜さんが作ってる、はい、リフレクションという、はい、今の、うん、今放送中のアニメが全部きっかけなんです、うんうん、そうです、そこからのご縁で今回のお話もいただいたので、いやいや、監督とんでもないとんでもないです本当にこの場に入れるだけで嬉しい、うん、自分は言ってんすか、こっちとしては長浜さんに聞きたいことがいっぱいなわけですよ、うん、でもう一個言います、そのリフレクションという作品は、はい、今あのアニメ界でも大変沸き立った瞬間がすごいあるんですけど、はい、何かというと、うん、あのスタンリーって、はい、聞いたことありますよね。はい、知ってます。あのこうアベンジャーズとかの、はい、絶対に出てくるんですよね、映画に。そうそう、あ、出てくる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 。っていうのだけですよ。確かにざっくりするんですけど、はい、それの大元になった作品があるじゃない、あのいわゆるこうね、いろんな何々マン系の盛りやつがいっぱい、キャプテンアメリカとか、もう俺あのあんまり詳しくないんで、はいはい、詳しくないんだけど、すごい存在だってことだけはしてて、はい、いわばアメリカの手塚治虫なんですよ。あ、そうです。あ、なるほど、わかりやすい。そう、でその手塚治虫とのことを長浜さんはユーザーとして大好きだったんですよね。そうです、そうです。アメリカンコミックが大好きで、スパイダーマンとか、はい、キャプテンアメリカとか、もう子供の頃から大好きだったんですよ。で、それをきっかけに、まあ、スタント、もうひょんなことからですよ、本当に。つながって一緒に作ろうってなり、普通ならないでしょ、普通にだって手塚治虫と、なんか好きです、手塚治虫先生のって言ったら、うん、じゃあ一緒に作るって言われないでしょ。あ、そうか、奇跡ですね、奇跡、なんでだろうなんでなんだろう、これ多分、うん、今スタンリーで90おいくつなんですよね。94です。40、もう60年とか活動してる方ですよね。はい、そうです、戦争行ってますからね。
第二次世界大戦。そうなんだ。そうです、そうです。あの、そのね、でもそう、日本、まあ、いろいろ例え始めるとキリがないけど、そうですね。手塚さんで止めておこう。大丈夫。そうですね。スタンディーだったら恥ずかしくない、それで。はい、その人と長浜さんが、はい、長浜さんはただアニメファンだったら、みんながもう本当になんだろう、ウテナ最高でしたみたいなこととかを言ってる頃から、30年ぐらい日本の歴史に残る作品を作り続けてる人。そうですね、本当にすごいです。赤塚石はやめてほしい。なぜそこに行くんだろう。ちょっと海外と仲良くした人みたいに。ああ、なるほどなるほど、うん、そっかそっか。そう、ジョン万次郎とかでもいいですよ。そうですね、そうです、まあ、そんな感じの、あの、長浜さんが作ったその虫師っていう作品のあまりにすごいクオリティで、多分見てると思うんですよね、スタンディ。見てくださいましたね。確かに、見てくださいました。これで映像作品は多分国の境とか超えちゃうわけですよ。そうですね、ドカンと超えて、で長浜さんとスタンディが一緒に作品を作ろうって言ってできたのがリフレクション。そうです、そうです、うん、今回のザ・リフレクションというね、まあ、これもアニメーション、まあ、言ってしまうと、あの、あれですよね、もうスタンリー世界ってアベンジャーズをはじめとするものすごく濃い世界があるから、あのスタンリーがまた始めようとしてるシリーズなんですね、これね。そうです、そうです、また新しいユニバースを作ろうとしてるんですよ、スタント。だから別のなんかこうガンダム戦うならまた例え始まるあ、そうですね、宇宙世紀とは別のコズミックイラガみたいなもんとかな、みたいな歴史、別の歴史を一個すごいことを作っちゃった人が始めようとして、それを一緒に作る人として指名したのが長浜さんなんです。本当になんか夢みたいな話ですよ、すべてが、うん、でその長浜さんがアニメを作ることになって、うん、で日本で作ってますもんね。そうです、そうです、うん、日本で作ってシナリオも日本で作り、うん、まあスタンはチェックをしてくれてやってるって感じですね、うん、へえ、すごい、うん、なんかね、なんかリフレクションっていう現象が起きて、はい、人間がさまざまな能力が芽生えてるんだけど、うんうん、はい、これは一体なぜ起きたのかまだわからない、うん、そう、まだわかんない、お互いの能力を使ったすごい派手な能力バトル、あ、能力系、そうです、そうです、そう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 、そうです、そうです、まさに能力系のバトルが繰り上げられるっていうのを、はい、もう長浜さんって、うん、アニメの画角が一度ずれてたら一発でわかる人、超絶美術の持ち主が作ってるんですよ、はい、そう、繊細な作品なんですね。まあでも今回はそのアメリカンコミックをちょっと再現してみようと思ってアニメーションで、うんうん、そこに結構フォーカスしてるんですけど、でもその中にヒーローとしても、はい、ヒーローというかね、登場人物としてもナインは出てくれているので、はい、でそこのきっかけをくれたのは吉田さんなので、はい、本当にそうなんです、うん、だから私もこのね、ヨッピーさんと長浜さんとこの私がいるこの3人の関係性が、はい、あ、今ここにいる感じがエモすぎて、そう、なんか息ができないんですよね、うん、あ、うん、そのエモさに高見さんがいるんですよ、ま、さ関係者、関係者高見直がいる。大丈夫、今日は足臭くないの？あ、ちょっと今日はやばい、雨だったからやめてくれ、ブレてるからね。本当に2014年のあの1月にヨッピーさんの番組に、別のね、あの放送局でアニメ番組やってたんですよ。でその頃やってたアニメで長浜さんの、あの、悪の花がすごすぎるっていう話をしてて、そう、すごすぎて、で、あの、本当に1月にその長浜さんに会えるきっかけをくださったのがヨッピーさんで、私はあのナインの初期の頃からメンバーとかとデトロイトシティとかめっちゃ見てたし、うん、なのであの本番中は全然ちょっと緊張しちゃって喋れなかったんで、終わった後にあの見てたんですっていう話をして、うん、でそれが話したのがきっかけっていうか、もう、うん、本当に出会い、その時の収録が全ての出会いでした。ヨッピーさんやりましたね、うん、俺もだって何にもスタンリーのことが1ミリも考えないでそうですよね、あ、オッケー、アニメ好きですっげえ声可愛くないですか長浜さんみたいな感じで会ってもらってた、ね、完全にそうでしたね、うん、声優とかもちょっとやり始めた頃だったんですよね、佐竹さん。そうです、やりたてでした。そう、それも吉田さんが教えてくれて、うん、でなんかあの一緒にやったら面白いと思いますよみたいなことも吉田さんはおっしゃってて、だけどその時にスタンリーとアニメ作ってるなんて知らないわけですよですよ、うん、向こうの手塚さんと中村さんが作り始めたって聞いて、うん、それって絶対もう何百億とかかけて始まるレベルなわけですよ、うん、アベンジャーズの人ですからね、うん、そうですよ。でそんなプロジェクトが始まるって言って長浜さんがナインをその世界に組み込んだのはこれなんでだったんですか、これ。いや本当に佐竹さんからライブに呼んでもらって、 あったのにそのお話した時にですね、ライブがかっこよすぎたんですよ、本当それだけなんですよ。嬉しい、かっこいいっていう、うん、スタイリッシュで、そうそうなんです、そうなんです、うん、でもうひっきりなしで歌って踊るし、うん、止まんなかったですよ、ね、なんであんなに MC がないんだろうと思って大丈夫かなと思ったんですよ最初見た時、うん、であの踊りがとにかくすごいっ
ていうのが、まあ、そう、あれがね、なんかどちらかというとヒーローみたいに見えたんですよね。本当に嬉しいです。いや、そうやって思ったことなかったんです。自分たちでライブやってて、よし、私たちヒーローだなんて思ったことなかったんで。確かに、うん、こういう話を聞くとすごい新鮮で面白いなって思うんです。長間さんは私たちのこといつもよく見てくださってて、うん、そのアニメーションの中でも、うん、もう、あ、これわかる、自分たちこれ、あ、ナインこれやるやるみたいなのがもう常に入ってて、本当に細かいんですよ、うん、この表情披露するそのままじゃん、うん、みたいな、はい、今日もアフレコだったんですけど、あ、そうだった、はい、みんなでもう爆笑するぐらい自分たちすぎて、わ、このシーンあるよね、多分あったあったみたいなぐらいです。すごい、ちゃんと見てますね。いや、もう頭に思い描きながら、とにかくあのナインがこの世界でその登場人物としてちゃんと成り立つようにだけ考えるっていうやり方をしてるんですけど、そこで、すごい、まずその中に出られるだけでも、あなたのアメコミファンが、なんすかね、もう人生何回やり直してでもたどり着きたいところだと思う、出たいですよね、アメコミにたどり着いちゃった上に、今回さっきも言いましたが、うん、あのトレバー・ホーンがなんとナインの曲作ってるんですよ。そうなんです。で、ありがたいです、うん、それはさっきも言った通り、アメリカの桑田佳祐が手塚治虫の作品に曲を提供するみたいな感じ で、もうめちゃくちゃ聞いたら、トレバー・ホーンってあの劇版、いわゆる BGM 作ったことなかったんですよ、ね、作ったことな、長浜さんとスタンのために初めて作ってるんですよ。すごい、初めてやってくれましたね、うん、っていう、すごい、本当にそこはすごいことですよね、はい、あのちょっとね、あのそこら辺にはもうなんかコメントしづらいんですよ。なんか あんま実感がないっていうか。本当にそうです。ただトレバーとは毎週のようにスカイプで打ち合わせしたし。え、そうなんですか。そうなんですよ、でナインの楽曲に関しても、あのトレバー本人に、その彼女たちは踊れるんで踊りのパート作ってくれってその場で言って、で感想のところでもうガンガン踊れる、はいはい、このぐらいの感じのテンポでこんな感じってやったら、はい、トレバーそれ見てなんか、ああっつって書き留めて、分かった分かったって言って楽曲そこからバーッと変更してくれたりとか、すごかったですか。もうナインのために書いてるんですよね、トレバー。そのおかげでナイン史上一番感想の長い楽曲になりました。そう、たっぷりありました。普通にたっぷり、普通に考えてラジオスターの悲劇作った人に口出せないじゃん。すごいことが起きて、今そのリフレクションのエンディングではなんとナインが歌い踊っているシーンがそのまま長浜さんの手によって映像になってできた。そうなんです、はい、あれも面白い、本当にね、細かくもう、うん、ま、あの1話と2話でエンディング違う、ね、違うんですよ、そう、そうなんですよ、どんどん変わっていくんですよ、そうそうなんです、その曲を今ちょっと今日発売なんですよね。そうなんです、ありがとうございます。聴いていただきたいと思いますので、じゃあ曲紹介をお二人にお願いしましょうか。それでは本日発売のトレバー・ホーンさんに書いていただいた曲です。聴いてください。ナインでサンサンサンライズ。お送りした曲は本日リリースされたばかりの両 A 面のニューシングルからナインでサンサンサンライズでした。高見さんがいまいち不安な感じで言ってくれましたけど。ありがとうございます。あのその間にナインのメンバーの吉井かなえちゃんがミューコミプラス聞いてますって、はい、わー、かんちゃん、嬉しい、かんちゃん、これは本、アメリカの桑田佳祐、スタンリー、アメリカの手塚治虫みたいな。概要だけ書きましたね。ですが、だからこれをなんとね、それこそイエスの曲だったりとか、ね、ラジオスターの悲劇を作った人がナインの曲書いてるんですよ。夢みたいね、自分たちも信じられなくて今でも嘘やと思ってます。もしかしたらもうリリースされたんだから確かに今は本当だと思う。トレバー・ホーンじゃなくてトレバー・ポーンですみたいな。そう、ちょっと違う、ここに来て、まだわかんないですよ、というね、まあ、そんなあのこうすごいことになっている、まあ、リフレクションは今、NHK で毎週土曜日の夜11時から、はい、放送されているわけなんですけど、さっきも言った通りこれを受けてナインの活動がとんでもなく強力な感じに、ありがとうございます、ありがとうございます、国際的、ね、もう一回言っておきましょう。サマソニー今週の8月の20日、はい、今週の8月20日日曜日に、はい、19時40分から、ガーデンステージで、ザ・トレバー・ホーンバンドとのコラボをさせていただきます。すごい、さっき出てきた超絶有名な洋楽の曲とか、はい、トレバー・ホーンバンドどうやらやるらしいです、やるってなんかニュースになっていました。そう、どうやらすごいラジオスターの悲劇を生で聴ける、はい、ね、ところの聞きたい、そのいや聴けるでしょ多分。、はい、いるでしょそこに、いると思います。ないので、そこで出て一緒にパフォーマンスもするということが決まってたりしまして、はい、でそれを受けてあの中野サンプラザで単独もあるんですよね。そうですね、はい、8
8月の26日の土曜日に、中野サンプラザで昼夜2回公演ワンマンライブをさせていただきます。こちらももうずっと話してますが、アニメザリフレクションとのコラボを交えて、ということをで、ライブタイトルはスタンリーさんの合言葉という決め台詞のエクセルシュール、シオールっていうのをつけさせてもらいました。もう演出とか衣装とかセトリも自分たちでプロデュースして考えましたので、楽しみ、はい、豪華になっている。まあ多分長間さんいますよね、それね、うん、もちろん面白い当たり前ですよ、さすが、それはもうこれを見ない手はないですよ、はい、そしてね、9は9月の9日9の日とありまして、こちらで都内のライブハウスで行われるイベントもなんかあるんだけど、はい、中野サンプラザのライブ来た人は行きやすいぞみたいな、そう、来た人しか会場には来れないようになってる、あら、まあ、脱出ゲームみたいだねだからもう中野も来て、ナインの日も来てほしいなという感じです、うんうん、はい、ぜひお願いします。でこのサンサンサンライズが聞こえているんですが、これのカップリングで、まあ、今日はリリースになってるじゃないですか、はい、その話をじゃ高見さんに教えてもらっていいですか。はい、こちらはですね、はい、はい、もう一つの方がユルトピアとなっていまして、ナインとベイビーレイジャパンが共演しているテレビ番組浅草ベビキューのオープニングテーマでーす。毎週聞いてます。アニメ界の勝海舟長浜さんは、はい、ベビキュー見てるっていう、いやベビキュー欠かさず見てます。さすが、すごい、ちゃんと1時間スペシャルもちゃんと見ました。ありがとうございます。寝る時間削って見るっていう、そうですよねそうすると高見さんのイメージどんな感じなんですか。いやもう本当に、うん、ボーイッシュでどちらかというとおちょけた感じっていうかね、はい、おちょけてます、なんですけど、うん、本人は、はい、もうこれ営業妨害になるの、こういうこと言うと、まあそうですそうか、そうか、まあそうですね今ね、高見さんが可愛いと言われたくないタイプ完全にそうですね、切れちゃうだけなんですみません、面白くないんでか、ね、今日この話まだすごいいっぱい話があって、はい、いろいろ言い出すとキリがない伝説が今とりあえず今リアルタイムで進行中ってことだけは伝わればいいです、はい、あとリフレクションっていう作品を覚えててくれればいいです、ザ・リフレクションという作品をね、ぜひ見てほしいです。ということでもう本当にお時間あっという間でしたけども、ここで、そうもうなんだよ中身濃すぎるよね、ナインの佐竹由紀ちゃん、村田浩奈ちゃん、そして長濱宏監督、どうもありがとうございました。ありがとうございました。あともう一個すごいこと言うと、うちの番組終わった直後に始まるのが川島海荷ちゃんの番組なんですよ。すごい、エモい、なんかいろいろ持ってるね。でもナインも、はい、もうアニメの曲を今やってますけど、そうです、ベイビーレイズジャパンもやってるわけですよね。一応やってますね、はい、まさに今この曲がそうなんですが、はい、じゃあここで高見さんに曲紹介してもらいましょう。わかりました。アニメ703末のエンディングテーマになっております、ベイビーレイズジャパンで〇〇〇〇〇。はい、僕クイズ研修者としてこれもリアルタイムで見てます。村田浩奈ちゃんが今つぶやいてくれてますね、こんなに濃い生放送は初めてでした、ヨッピーさん高見ありがとうございました。あ、どうもどうも、呼び捨てなんですね。そうです、高見呼び、高見呼び、はい、まあまあね、まあまあ、仲のいいからね、そして今日もそろそろもうお別れの時間なんですが、早い、明日のゲストはですね、トライセールから夏川椎名ちゃんが、はい、一人で来てくれるという3人組なんですけど、はい、普段は、はい、まあ、今回夏川さん個人的な活動もあるんで、一人で来てもらうというパターンで、そうね、でそして、はい、高見さん的には、うん、ベビーレイズジャパン、はい、今後のお知らせちょっと聞かせてもらってもいいですか。はい、先ほどの〇〇〇〇〇が絶賛発売中でございます。この間僕アニソンクラブでかけましたよこれ、ありがとうございます。かけたくて、初見のお客さんでもウェイってやれって言ったらやってくれますよ、まあ、〇〇〇〇〇はウェイやってくれる、やってくれる、ありがとうございます。はい、そして、9月24日日曜日午後3時から、うん、ベイビーレイジャパン野外ワンマン3連戦晴れも雨も大好きファイナル、こちらがですね、東武動物公園新ステージで行われます、これ下見しに行ってきました。あ、行ってきた。はい、どんなでした。結構広くて椅子もあって、うん、でも立ち見もすごい見やすい感じだったんですよね。でもまだライブやった人たちほとんどいないわけですよ、ね、あ、いないです ね。あれ、こけら落としがベビーレ、こけら落としはももクロちゃんです。あ、そうなんだ。そうなんです。へえ、じゃあもうアイドルライブこれからいっぱいやるのかもしれないですね。いや、持ってこいの場所でしたね。うん、ってことで9月の24日、はい、はい、東武動物公園新ステージ、はい、詳しくはベビーレイジャパンのオフィシャルファンクラブをチェックしてください。はい、ベビーレの、ね、ファンクラブは無料というのは一つ大きな売りでございますが、そうなんです。あと分かったのは、高見さんは、はい、手元にある原稿を読むときにものすごく元気がなくなるということが分かったんですけど、そんなの
しらば縛られたくないんですよ。縛られたくないか。でも来週はあの読むプロたち来ますからね。そうですね、怖い怪談やりますからね。ぜひめっちゃ楽しみにしてます。学んでていただきたいと思います。わかりました。ということでこの時間のお相手は日本放送吉田久典と、ベイビーレイジャパン高見直でした。この後川島海ちゃん、そして指原さんも出るのかな今日は。パイセン